城本クリニック。皆さんこんにちは。城本クリニック豊橋院院長の中村豊です。平成24年卒で、名古屋大学で、形成外科専門医を取得するまで在籍し、以降を、城本クリニックに、働いております。好きなものは手術と絵を描くこと。いろいろな、手術や、子供も大好き、家族も大好きで、まあ、関するイラストを描いているのを、まあ、毎日の生業にしています。城本クリニックは、基本的に、まあ、美容外科何年もやってた人だとか、形成外科の専門医を取得した人だとか、もうきちんとしっかりとした人しか、まあ、採用されないわけです。まあ、なので術前のこういう風な手術がいいよっていう計画だとか、術後の、フォローだとか、そういうところも、まあ、安心して受けていただけるのかなというのが、まあ、正直なところなのかなと思います。僕の場合はこうやっぱ美術的なものが好きだよと、だからそういう人をきれいにしたいよっていうのは、まあ、哲学を持ってやってるわけですので、まあ、そんな感じで各ドクターごとに違う哲学を持ってきれいにしたいぞっていう情熱を持ってやってるのかなというふうに思ってます。城本クリニック。先生の得意な分野は何ですか？まあ、もともと形成外科をしっかりとやってきたっていうこともありますので、特に顔の領域、眼瞼下垂の治療ですね。今まではそういう機能を良くしようという目線から眼瞼下垂いっぱいやってきたわけですけれど、それをよりよく見た目もきれいにしていきましょうというところにこだわりを持っているのはやっています。まあ症例数もちょっとずつ重ねてきて、どん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 クオリティもブラッシュアップされているのかなという感じです。実際に患者様から寄せられたコメントや言っていただいて嬉しかった言葉などはありますか？特にたるみ治療、下まぶたのすごいクマの治療を手術した後がもうすごい若返ってみたんですけど、すごいね、10歳は若返りましたねって患者さんに言ったら、旦那さんには20歳は若返ったって言われたわって言われて、あ、旦那さんに負けたっていう、このまあでもそんだけ喜んでもらえたのがすごい嬉しかったなっていうのがすごい印象に残っています。さて、ここまで話してきましたが、城本クリニックは全国にあるので、さまざまな得意分野を持つドクターがたくさんいます。整形の内容の動画とともに、各医院のいろんなドクターの紹介も少しずつ発信していこうと思います。指名料が一切かからない城本クリニックなので、このドクターに施術してほしいなど、お気軽に相談してください。それではここまで見てください。ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどお待ちしております。それではまた次回の動画更新をお待ちください。城本クリニック豊橋院の中村豊でした。さようなら。城本クリニック。城本クリニック。